秘蔵書籍紹介。伊藤の絵。妹に送る手紙。水野洋州氏著。定価50銭。実業の日本社発行。読み終わった時にこの手紙を受け取るという単純な美しい処女のおみおさんを持った。真面目に、そして鋭敏な処女の感情の同様に、周到な注意を払って書いてある点など、 ことに嬉しく読まれた書いてあることなども自分には同感の点が多かった。どうかした女学校の倫理教科書よりもどうかした女学校の倫理教科書よりもずっと面白くて得るところも多い。こういう手紙をもらって教育されていくおみおさんは幸福な人だ。若い人たちちにはもちろん 教育者の立場に立っている人々にもぜひ一読してほしいものだと思った政党第3巻第1号1913年1月号。